れた。お、200回目ありがとう。お疲れ様でーす。やっほー。今日決めなんです。ハメにしてない？鍵開けのみんな。みんなじゃないか、鍵開けは。まあ、配信の。髪の毛がちょっと踊ってたからさ、髪がもうすごいことになっちゃう。19位って何の19位？何が19位なの？かわいいよ、優しい。疲れた。何デート行ったんですか？ケーキ食べた？ケーキ食べた？ケーキ。これから2分ぐらい歯に塗るってこと。こばーん、キコセンよー、おめでとう。こばー、早めです今日は。あー、なんかあれか、イベント的な。残念、今日終わっちゃうね。レナも明日から本格的に頑張りたいと思ってます。今日の夜からまあレッスン中行ってきたんですけどね、ちゃんと。偉いです。え、めっちゃ美味しくない？あれセブンなんだけど、あのレナがメールで送ったメロン大福めっちゃ美味しくて、レナさん、なんかメロンクリーム大福みたいな。だからなんかクリームチーズみたいな。なんかチーズの味したらどうしようみたいな。チーズかなみたいな。チーズ入ってたらどうしようみたいな。思ったんだけど、マジで美味しかった。え、マジ、本当に美味しすぎてやばい。発狂。マジで発狂すぎてやばい。本当にやばかった。マジ美味しかった。幸せになった。お母さんと帰ったんだけど、気がしていいよ。なんかお母さんにマジで言った。え、やばい、これやばい、めっちゃ美味しい、これやばい、これやばいみたいな。でもお母さんああいうの全然好きじゃないから、なんかへーみたいな、そうなんだ、そうやってメロンみたいな。それだけでした。頑張った。こばはメロンのクリームと、なんかメロンのクリームとジェルみたいな、ジェルなんかやつ、マジで美味しくてやばいんだよね。マジで美味しかったです。あのファミマのメロンパン勇気いるんだよね。メロンパンは、カレーパンは食べたんだけど、メロンパンにはまだ手を出してない。アイスじゃないよ、大福だよ。いいな、シュークリーム食べた。え、可愛かった、本当に。え、アプリそんなんあるのか。バナナマフィン絶対うまいじゃん。何それ、ちょっと写真あげといて、見とく。絶対買うわ、そういうのめっちゃ好き。バナナマフィンとかなんか好きすぎて手作りしてた。好きすぎてってか、メロンじゃない、バナナってすぐにさ食べれなくなっちゃうじゃん。フルーツ大福が食べれない、嘘でしょ、やばいよそれ、本当にやばいよ。食べれるようになった方がいい、本当に美味しいから。てか食べれるよ、美味しいから。結婚していいよ。ジェリーみたいな。メロンよ、え、なんか普通に美味しかった。なんかあんまり、なんかメロンあんまりなんかそんな期待はしてなかったのね。メロンだから買ってみようみたいな。
めっちゃ美味しくてマジで100個食べれるって思った。レナママメロンパンの形ではない、確かに顔だね。え、桃飲んでない。え、でもね、いちごバナナめっちゃ美味しかった。いちごバナナはもう一回飲もうって思った。バナナチョコ蒸しパン、何それ、めっちゃ美味しいじゃん。え、美味しそう。そう、売ってないと思う、多分あんまり全店舗にはないと思う。あんこ、あ、白あんとかね、フルーツ大福だったらめっちゃ美味しかった。マジで美味しかった。しんどい、疲れた。うん、マジ疲れた。なんかマジやばい、やることが増えている。なんかさ、日にち経ってるからなんかやることをちゃんとこなしてるよねってなるじゃん、普通はね。日にちが経ったらどんどんキャパも空いてくるって、できることが増えてなんだけど、もう期限が期限すぎて逆に日にちが経ってる感じで全然ダメなんだけど、日にちが逆に経ってるのにやばい。日にち経たないでおくれって感じ。普通に、普通はさ、日にちが経ったらやることが増えてるから毎日頑張ってるからさ、なんか大丈夫なはずなんだけど、書き入れの場合マジでさ、やばいんだよね。反比例ってやつですね。かわいい、それよー。書き入れのこと好きかも。好きなんです、それは。答えは一つ、真実はいつも一つです。怪我せん、怪我せん、いいよ。なんでしょう、メロン大福です。メロンじゃなくてメロン大福。え、マジやばいんだって。ガチ汗、普通に焦ってるよ、本当に本当にやばい。かわいい、失礼よ。半ピレのすぎるね。カレーパンじゃなくてチョカレーパン。顎塩の。森に逃げたいよ。でもなんか森、森の選択肢は最近なくなった。頑張るしかない。メール送ってない時ないよね。でもレナ一行の時とかあるね、件名と写真とかあるけど、大体メール一日に送るね、一通は。絶対一通になっちゃう時もたまにあるよね。そう、もう進歩してなさすぎというか、本当にあの時間が足りないの。え、マジで時間足りなくて、え、1ミリも焦りを感じさせてないの、レナって今この感じで。結構焦ってるんですけど、まあ、笑ってるからね。やばい、どうしようどうしよう、みんな助けて。感じ感じあったらやばいけど、そういう部屋にあってる、ありがとう。日本近くにセブンない。え、レナもね、セブンないかも。兵庫の実家はあるかな、ローソンはある、ファミマもあるけど、セブンない。確かに。でも名古屋ってさ、逆にさ、ローソンとかファミマ少なくない？セブンしかなくない？え、何この田舎いじめ。田舎いじめすぎない？普通に。うんうん、そう、森で逃げたらね、なんかあの公園の日を逃げられたとしても、そう、公園終わって森行ってましたって戻ってこれなくなっちゃうじゃん。そう、一生ね迷い込んじゃうからダメかなって。やっほー。え、マジ現実受け入れすぎてやばい、普通に。怪我して、いいよー。前向きな女なので。名古屋花火大会だったの。知らなかった知らなかった。行きたかった行きたかった、マジ。キャラの声元気出る、本当に。キャラのメール最近やばい、最近やばいんだよね。限りのメール最近適当すぎてごめんなさい。
やばいんだよね。そう、マジでやばい。ミニストップもないないです。逆にセブン、それちょっと都会の田舎なんじゃない？なんかあるじゃん、ちょっと都会みたいなところ。でもセブンか、マジセブンないかも。普通にセブンでしょ、ない。田舎ってセブンないの？その可能性は大かもしれない。ファミマもある、ローソンもある。ファイト、ありがとう。ミニストップない、山だからない。ミップとか知らないもん。ミニストップっていう呼び方しか知らない。というかない。ミニストップってまず何って感じ。セブン依存症だよね。セブンに行け、ローソンに行け。めっちゃいいじゃん。何その都会なところ、都会すぎない？サークル K はなんか聞いたことあるけど分からない。外見というかお店がどんな感じか分かんないかも。結婚して、いいよ。やばい、めっちゃしんど、眠。ランゴイじゃないんだけど、いいよ。ミニソファもある。へえ。うん、今日は長文でした。ちょっと長文だった今日は。けど少なかったよね、メールの数がね。焦ってるの伝わってくる配信。そんな、私は余裕を持っている女なのでそんなことはしませんよ。決してそんなことはしませんよ。存在しないの？やばー、マジで。ミニストップあるのはあるのかな。多分費用があると思うよ。あると思うけど、うん、花火見た。やめさせなきゃったらわかりました。マジさ、やばいんだよね本当に。なんかさ、あの練習しててよし、これ終わったら飲み物飲もうと思ってさ、その終わるじゃん、レッスン場とかでこの曲一曲やったら通したらお茶飲みに行こうって。でお茶飲んでる時によし、今空いてるからメール書くかみたいな、メール書いてからもう一回再開しようみたいな時とか、なんか本当の目的は水分なんだけど、そのお茶飲み終わってる、で終わってよしメールでも書くかだから、すぐに再開しないといけない状態、状況なわけだけど、なんかメール送っといた方がいいなみたいな、でこうパシャよしお疲れみたいな。そんな感じで送っちゃう。だからね、なんか多分みんなはよしやっと書き入れなくらい久々のメールが来たぞなのに、写真だけみたいな、お疲れ写真だけみたいな、やばいよね。クマ子はミニストップわかるけどない、近くに。でハロハロって何？プリンパフェはわかる、ミニストップだよね、わかるけど、ハロハロ何？食べ物。クマタ知ってますか？わからない。わからない。ミップっていうらしいよ。かっこいい。料理室？何の話だっけ。41店舗もあるの？嘘、兵庫に？知らないよ。そんなの知らないです。あ、料理室、あ、メールか。キレナのメール好き、本当に？嘘、嬉しい嬉しい、そうやって言ってくれるからちょっと続けちゃう、甘えて。田舎だから迷惑食ってなかった。3日後ぐらいなんじゃない、ちょっと田舎って。田舎のコンビニマジで駐車場広い、たまり場になってる、若い子とか。なんかそのちょっと前に、去年になんかバスケ部の小学校から仲いい先輩とドライブに行くときにコンビニ寄って、そしたらお兄ちゃんがいて、でもなんか毎週金曜日会うみたいな、毎週金曜日に遊びに行ってるからお互いで、なんかたまりますぎて毎週金曜日にずっとお兄ちゃんとコンビニで会うみたいな、お兄ちゃんの友達もたまってるしみたいな、
マジやばいんだよね。なんかハウスって呼ばれてる近くのコンビニ普通におもろすぎてやばいめっちゃ広いんだよねマジで。なんでそんなに広いのって感じ。かわいいしてるよ。今日なんかしんどいんだよね。あ、かっこいいとかかわいいが良かったんだ、送りたかったのあ、今日同じの2通来たらしいんですけど、私のミスじゃないです。ミスというか、まあ、たまにあるあるだよねメールって。兵庫の星ありがとうございます。名古屋に帰ってきたけどね。き氷みたいのにソフトクリーム、あーなんかさカップにあるよね、あのかき氷の真ん中にアイス入ってるみたいな。ああいうのあんま食べないな。限りな運転できません、あるある。そうハウスコンビニでよく買うものなんだろう。飲み物、スムージー、セブンなら。たまにね、え、嘘、なんかかきれなのあるあるじゃない、結構かきれなメールはかきれなメールかわかんないけど、なんでかきれなメールあるら、あるらしい。メールあるあるじゃなくてかきれなメールあるあるらしい。なんか吐かれた文字間違われてるそうなんだ。早めに終わろう。半までとか書いてるけどしんどい。なんか今日疲れました。しれっと消すメロンモコって何。いや、送信ボタンはね連打してない。写真の大きさ選んでるから、いつもマネージャーさんが多分間違っちゃうんだと思う。多分ね、充電器あるかな。また忘れた。気がせーよーん。確かに普通に消そうと思って消してたから、しれっとじゃないか気もかいね、してるよ。だってレナのせいでもないもん、せいではないもん。誰のせいでもないじゃん、じゃあ誰のせいでもないね。じゃあ、じゃあ誰のせいでもない、じゃあとか言って最初はマネージャーさんのせいにしようとしてたんかいって感じもう終わるからリップ塗らないでいっか体調を崩しそうな3秒前。ココスとかマジないんだけど、近くっていうか見たことないんだけど、車で歩い走ってても分かんないね。たこ焼き16個、やばー、いいな、幸せ。傘は事務所に1本と家に1本ある今家に1本と事務所に1本。パチられそうパチられそうな予感。写真ついてないのは限りない問題、それはね。もこ中にクリームが詰まった。何それ、リップケチりました。終わるのよ、限りない。3秒経った。よくブーちゃんにやるんだよね、倒れたふり。あ、最初ブーちゃん、ブーちゃん助けて、ブーちゃん。あ、全然無反応デリヤマザキ知ってるけどないかも。あるかな、え、ないかも、見たことないかも。さすがにね、救援はねできないよね。
あると安心なんだけど、なんかあの旧マイメロを忘れて買っちゃったやつだから普通の透明傘なのね。だからなんかあのあれなんだよね、ストラップとかつけようと思ってるんだけど、レナってわかるように、レナが誰かも間違ってもあれだなって思ってるんだけど、その場にカバンをほじくり出してもストラップがなくて、ストラップがなくてそのまま一旦置いてきた。こまにゃ、マイメロさんは今家にあります。持って帰りました。たこ焼きある、たこ焼きするよね、たこ焼きしますね。もこおしゅうくりわかんないな。あと4日あるとか言わないで、うわやられましたあと4日という現実を突きつけられて、まあ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 と4日、まあうんしんどいねあと4日はまあいけるよ、しょうみね、頑張ろう、みんなで頑張ろうみんなで頑張っていこうえ、マジ名演技してるの、本当に本当に名演技なのに、ブーちゃんはなんか本当になんか尻尾とかブンブン振って顔に当たってるしみたいな、こっち倒れてるのになんかふざけてると思って尻尾ブンブン振って喜んでて、おかしいよねかきらんつ書いてくる、みんなのもんって考えの人、いやいないでしょビニール傘みんなのものは面白すぎて、平和なようで平和じゃなさすぎ平和じゃなさすぎるそれはうん、折りたたみないんだよね、持ってなくて、持ってないんですよ。トレード頑張れ、謎演技え、謎演技、謎演技とか言われてるんだけどね、えブー太郎ってなんかね騙せないんだよね、それかバカだから何も考えてないだけか。あ、レナ寝たんだ、ブンブンみたいな、尻尾ブンブンみたいな感じかな救援しませんよ、はい、逃げませんから私はね逃げませんから、うん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 、えな K2 だから、ミオさんと一緒だから、一緒に出るからね、ミオさんが代わりとかできないから盗まれても盗んじゃダメだよダメだよ、悲しいじゃん。でもね、傘盗まれたことないかも、可愛い傘にしてるからいつも。高校の時は何だったっけな、チップとデールだった気がするその前はアリエルとかラプンツェルだっけ、なんかそんなんいっぱい可愛いの使ってた、だから絶対取られなかった。でも小学校とかってさ、なんかさ、小学校とかの時ってさ、親にさ、傘にさ、名前書かれるじゃん、名前シールみたいな貼られるじゃん、もうそれがめっちゃ嫌で、マジで傘を新しくしてなんかルンルンやったーみたいな、ミニーちゃんの傘だーみたいな時に、なんか手持つところにさ、なんかあの名前シールで柿本レナみたいな書いてあった、マジでなんか嫌なんだよね、嫌すぎてその使った日に剥がして捨ててました学校でみんなに言われた、なんで取るの名前シールなんでレナ取るんって、やだって言ってました。でめっちゃ捨ててたえ、可愛かったら案外ね盗まれないよ、分かっちゃうじゃん、これ誰々の傘みたいな、うん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 、そう浮気です、名前知り、今でも名前知り可愛すぎそれは。でも高校のやつも名前シールずっとついてあったから取ってた
名古屋港の花火いいな、花火見たいんだけど。めっちゃ初めて入るの、それはいいね、普通に楽しみだね。公園も高校生周りにキャラクターあんまりないかも、だからちょっと恥ずかしかった。一人で帰る時とかは一人で雨の時に駅まで帰る時とかは恥ずかしかったけど、でも友達とだったら別に友達がビニール傘でも友達だったらいいじゃん、だからいいかなって。終わろう、15分に終わります。名前掘ってくれるえ、嫌じゃん、台風の日とか悲しくない、あーってなったら、割れちゃったら悲しくない。えー、職場の人にいるの、ビニール傘みんなのものだ的な人、嫌じゃん、ダメじゃん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 。こば、あ、かきれなのために花火職人目指してくれんの何年後じゃあかきれなが見れるの、あの花火さ、ファンの人が花火職人なのって言えるの何年後予習しな、どうだったどうだった、声出していこうぜ、も予習してね間違えられないように。初めて入る、えぐいね、絶対楽しいよ、絶対楽しいです。花火見てないな、去年はなんかフェスの花火だったからなんか小規模だったね。そうだよ、追い込まれてます、はい、あ、追い込まれてますよ私は追い込まれすぎてやばい本当にキラキラこばは寝ようかな、続きまで受けにいるよね。10年後って何歳、私29、10年で29にもなっちゃうのか今日は公園当ててね。いや私はさ時間がない、初めてだけど、なんていうの、踊る方だからさ、どんな雰囲気かとかさ、どんなダンスかは分かってるじゃん、だからねあれだけど限りのために花火職人になった、花火とか幸せすぎない、応募初心者、いや頑張れ、ありがとう。大阪めちゃくちゃひどいよねまだ受験になってないけど、今年ね、今年みんななんかね K2 公演来てくれるんですよ。そう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 、だんだんね、だんだん盛り上がる、ってかアンコールいいんだよね、アンコールめっちゃ楽しいんですよアンコールめっちゃねいいです、良きです、はい。でも全部いいな、普通に時間がない公演、いい公演もめっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいんだよね、いい公演踊ってて、何の人も楽しいんじゃない、いやいや、クギに人生を乗せたっていうね、どういうこと、もろCD には握手券売ってるんだね、CD に握手券ついてるよねいいよねそれ、握手できるのいいよねあ、いいじゃん、いい覚え方いい覚え方、まさかのね S 公演まだという悲劇、悲劇ではないですけどいやマジでレナもびっくりだよ普通にねまあ人数とかにもよるしね、アンダーって
最初の2曲もめっちゃ楽しいよ。でも踊ってる方はこっちは面白いですよ。楽しいというか面白いかも。見てても面白いよね、あれは。熱く見守ってて。終わりまーす。日本にしないでねあー、帽子かぶってる時 見つけてほしいな。結婚して、いいよー単身お得だ、嫌だ、ありがとう。そう、ね、握手券ついてるの知らなかった。知らなかったんだ。いいよね、握手券ついてるんだよCD にあー、いや笑えないよ笑えないよね、あの曲は。でも楽しいよ。なんかそういう楽しいじゃなくて、普通になんかダンスの系統が違うじゃん。だからそういうダンスも楽しいというか、面白いダンスだなみたいな感じ。無理やせず練習頑張って、ありがとう。またねー、配信ありがとう、頑張ってね。おやすみ、おやすみなさい。配信ありがとう、配信ありがとう、お疲れ様、ありがとう、おやすみ、配信ありがとう、ありがとうじゃあねー、おいかきれいな、ありがとう、おやすみさん。また明日11時までによ。あ、いいね、いい感じ。また明日ねー、おやすみ、おやすみ、みこみ、バイバイ、配信ありがとう、何でもかんだねー、ありがとう、バイバーイ、バイバーイ。いや、まだよ、なんかありがとね。そう、リアル、リアルです、リアル、リアルです。おやすみ、みこみん。振りが逆になる。あ、ただい、バイバーイ、ダンス頑張ってね、おじいじー、またなー、バイバーイ気概に気をつけ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、おやすみ。お風呂入ってきます。あ、メール送りますね元気です、おやすみ、バイバーイ、おやすみなさい、じゃあねー。明日も頑張ろうね。雨だけど気をつけてね。バイバーイ。バイ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 バーイ。知りません。バイバーイ。